まあ、そう警察官やろ。うん、よいしょ、あ嬉しい。何言うて元気言うて。うん、あのことは分かりませんでした。あれって国境したの？あの上位行ったら課長に責められてさ、よく地位勝手に子供たちに紛らわれてたの。その上ママにいじめられたらもうそれこそどっちの方が殴られるようにお願いしたくなっちゃう。安浦さんでも人殴ってたの？人殴ったんやろ。そうなの？さあ、さあ、そりゃあるよ。ママ例えばだよ、俺がつまんないことでこうイライラしてさ、ママはぶん殴ったとするよな。だけどママはやっぱりそれをちゃんと耐えてる方がね。冗談じゃないわよ、十倍にして返すからね。だぞ。そのちえちゃんのとこ丁寧やんか。丁寧、丁寧、丁寧。なった。うん、なった。まあ単純にアナミのあれと一緒じゃん。うんうん。定年になって1年延長できてせよ。ああ、なんか。来年からは2年延長で。うん。アナミの。お母さん、まあ、みどっちゃん言うして、みどっちゃん言うして、
久しぶりに見られる作品がたくさんあります。ぜひお楽しみに。もう長くなるからな。おー、そうか。